ティクシの位置、ティクシは、ロシア連邦左派共和国北部にあるレナ川川口の港町、ラプテフ海に面し、シベリアの北極海沿岸でも重要な港湾の一つである。ティクシ空港があるほか、冷戦期の空軍飛行場が散在する。人口は2002年全ロシア国勢調査で5873人。住民の多くは、ヤクート人、左派共和国内を 南から北に流れるレナ川、川口、レナ川デルタ南方のティクシワン湾港にある。ティクシワンから外洋に出ると、ラプテフ海へ出る。夏でこそ、海は流氷に覆われないが、その他の季節は流氷に覆われる。1901年8月、ロシアの北極海探検船ザーリャは、未確認の島産にコフ島探索のためラプテフ海を進んでいたが、 ノボシビルスク諸島近海で流氷に阻まれ、動けなくなった。翌1902年、流氷で動けないザーリャを後にして、隊長のエズアルドトーリラは歩いて、北極海を進もうとしたが、同年11月に、ベネット島から南へ柔らかい氷の上を進む、最中に、行方不明となった。ザーリャに残された隊員らは、最終的に、ティクシワンに入り、そこから陸路で、 サンクトペテルブルクへと戻っている。ティクシの風景ティクシの街は1933年、北極海航路の中継港とする計画のもとに建設された。1939年には都市型集落に昇格している。ソビエト連邦時代、ティクシには比較的豊富に物資が供給され、住民の収入も優遇された。冷戦期には、ティクシ北飛行場、 ティクシ西飛行場などの軍事施設が建設され、津マイナス95戦略爆撃機が配備されていた。ソビエト連邦の崩壊後、1990年代の経済危機の時期には人口は半減した。北方を睨んだ軍事基地や利益の少ない北極海航路の利用は縮小され、他に食のないティクシの街を離れる住民が相次いだ。 サハ共和国内陸のベルホヤンスクなど、極寒の冬と猛暑の夏が来る、寒暖差の激しい地域に比べれば、海沿いのティクシーの気候は、まだ穏やかと言える。しかし気温は寒冷で、ティクシーの1月の平均気温は低、摂氏30度ほどであり、7月でも摂氏10度を超えることはない。平均気温が、摂氏0度を超えるのは6月から9月にかけての夏、だけである。 欠ンの気候区分では、ツンドラ気候に属する、ウェザーベース、ありがとうございます。